木村拓哉さんと工藤静香さんの長女である2001年生まれのここみさん、次女で2003年生まれのこうきさん。二人は一体どのような人物なのでしょうか。長女であるここみさんはモデル、フルート奏者として活動しています。幼少期からインターナショナルスクールに通っていたこともあり英語が堪能です。3歳からバイオリンとピアノを習い始め、11歳からフルート演奏を学んでいます。桐朋学園大学教授であり、NHK 交響楽団首席フルート奏者を務める神田博明さんから教えを受けました。2013年には第23回山のジュニアフルートコンテスト小学生の部で、カルメン幻想曲を演奏して最優秀賞に入賞。2018年には、第73回全日本学生音楽コンクールにおいて予選を勝ち抜き東京大会に出場しています。2019年、第2回日本奏楽コンクールにおいて管楽器部門高校の部で準グランプリ入賞、管楽器部門1位、フランス近代音楽賞受賞など数々の功績を残しています。2020年3月には、桐朋女子高等学校音楽科を卒業し、同年4月から桐朋学園大学音楽学科に進学しました。音楽の才能に溢れている彼女ですが、木村拓哉さんと工藤静香さんの子供ということが納得できるほどのビジュアルも兼ね備えています。2020年3月28日発売のファッション雑誌、Vogue Japan 5月号表紙でモデルデビューを果たしました。2021年1月3日には文化村オーチャードホールにて開催された、東京フィルハーモニー交響楽団によるニューイヤーコンサート2021にフルート奏者として参加し、セシル・シャミナードのコンチェルト、フルートとオーケストラのためのコンチェルティーノ作品107を独奏しました。妹のこうきさんも、幼少期からインターナショナルスクールに通っています。そのため彼女も英語が堪能で、フランス語やスペイン語も勉強中。15歳の時に、ファッション雑誌、エルジャポン7月号表紙でモデルデビューしました。エルジャポンの表紙モデルを日本人が飾ったのは2人目だそうです。撮影をしたのは、両親とも親交のある写真家の栗上和美さん。栗上和美さんは、こうきさんが生後1ヶ月の時にポートレートを撮影しており、こうきさんがモデルの仕事をすることがあったらファーストショットは自分が撮ると決めていたと言います。5歳の時からモデルの仕事に憧れていたこうきさん。15歳でデビューをしたタイミングについて、自分の心が今だと言ったから。遅いとも早いとも思ってないし、もちろん迷いもありませんでした、と心境を明かしています。2018年には、エルシンガポールグラジアチャイナ ELLAR ジャパンヌメロ東京スーパー ELLE チャイナナイロンジャパンなど数々の雑誌の表紙を飾ったのです。2018年8月には、ブルガリのアンバサダーに日本初かつ歴代最年少の15歳で就任することが発表され、同年9月には、シャネルの日本初のビューティーアンバサダーにも就任しました。2018年10月、ボディメンテドリンクの CM キャラクターに起用され、テレビ CM 初出演を果たします。2018年に最も検索数が急上昇した人物を表彰するヤフー検索大賞のモデル部門を受賞しました。2019年5月には、パリコレクションにてシャネルの2019-20年クルーズコレクションに出演し、ランウェイデビューも果たしたのです。2021年3月、アメリカ合衆国に本拠を置く化粧品販売、製造の世界的メーカーである、エスティロダーの最新グローバルスポークスモデルとして契約をしました。1946年の創業以来、エスティロダーが日本人モデルをグローバルスポークスモデルとして起用したのは初めてのことでした。また姉のここみさん同様、音楽の才能も持ち合わせているこうきさん。特にフルートとピアノの演奏を得意とし、第23回山のジュニアフルートコンテストで優秀賞を受賞しています。作曲も行っており、2017年に後期名義で8月30日発売の母である工藤静香さんのソロデビュー30周年アルバム、リンの3曲を書き下ろし、作曲家デビューも果たしたのです。また、中島美嘉さんにも楽曲提供をしています。2019年には三浦大知さんに提供した、片隅が、日本テレビ系列連続ドラマ、白衣の戦士の挿入歌に起用されました。そんな才能で溢れているここみさんとこうきさんなのですが、一流芸能人を両親に持って生まれた宿命からか、世間からはデビュー当初からかなり厳しい目を向けられていました。コネでデビューしたと言われる声も多かったのです。しかし2020年4月に初めて、インスタグラムで生配信できる、インスタライブを姉妹で行ったところ、一気に2人の好感度は上がりました。それまでは静止画で、高貴な存在に見えていた2人が、ごく普通のどこにでもいる姉妹の顔を見せたことで一気に親近感が湧いたのです。
この日は木村家の台所と思われる場所で誕生日を迎えた母のためにケーキを作るという緩い内容でしたが、パパのかっこいいところを教えてくださいというファンからの質問に対し、全部じゃないと即答するここみさん。木村拓哉さんを身近に感じられると喜ぶファンの声もありました。その後も定期的にインスタライブを行っており、工藤静香さんが登場したこともあります。どんどん好感度が上がっていく二人の今後に注目したいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。